いと思います。アプリがなんだ、あーダメだ、やっぱダメだ。こんにちは、なおいです。今日も座ってくれてもプレイしていきたいと思います。24回目です。今日もコメントを1個紹介したいと思います。はい、はい、今レベル171です。すごい。プリン生産は鍋5時間レシピで、プリンは茶碗蒸しのハプニングで出ましたと。でも私は全く成功しないんですよ。全然ハプニング出ない。全然出ない。なかなか結構だからやっぱ強者たちなんじゃない、レベル171だし。今日はですね、はい、2つハプニングに挑戦したいと思ってます。はい、それ、まあ、1つはいつも通り鍋2日のハプニング出るか、うん、もう1つはロボグネ玉のハプニングに挑戦します。あ、出るかどうかね、うん、まあ、失敗する可能性ありますからね。まあ失敗でしょうね。成功させろよ。鍋2日レシピ取りますな。これ何回やってるんでしょうね、この動画で。そうだよ、もう、ね、毎回失敗しましたの話してきてない。そう、成功したらね、教えてくれって言われてもね、私はここでやりますよ。ああ、行け、行きましょう、うん、鍋2日レシピね。この顔何回見ましたか。どれでしたっけ。夢見のエキスじゃないの。でも、不思議ケミカルにします。お、そこはね、これにします。頑張ろう、行きます。はい。怖い怖い。ああ、よしよし。アプリングなんだ。ああ、ダメだ、やっぱダメだ。ハードボイルドだ。これ本当に辛いな。出ないな。出ないな。しょうがない、はい、次行こう。次のハプニング、次のハプニング、うん、これですよ、皆さん。みんなもどんどん疲れてると思うけど、これもハプニング狙いね。はい。なんだこれ。ロボ。あ、ロボな、言ってたやつな。そう。結構これも時間かかるやつじゃないの。そうなんですよ。時間はね、8時間なんですけど、8時間で作れるからいいんですけど、GP が。ああ、GP が使うんだ。えげつない。1000万ですよね。うん、これもう、これ使います。あ、もう、いっちゃう。もう。でもこれはもう出ると。出ない、わかんない。100% じゃないので。ああはーい、やっぱり。どうかな。さあ、どうなる。リアクションが、リアクションがなんか中途半端や。これなんかお弁当？いや違う、もう出来上がってる、出来上がってるやつか。そう、出来上がってるぐで玉がゲットできました。やった、妖精ぐで玉やったじゃん。一応やったじゃん。一応成功ですよね、うんうん、はい、じゃあはい、置かない。やったやん。そうそう、今これを作って、何出そうと思ったの。ロボ玉を作って、わかんないです、何が出るんだろうと思って。あ、ハプニングを探してたんだ。そう。で、妖精ぐで玉だったら成功じゃん。でもなんかもう他のも出る感じだった。なんかもっとレシピも期待してたんですよ。あ、レシピの可能性もあったんだ。そう。あ、どうなんだろう、わかんないけど、またちょっと挑戦するしかないね。ねえ、でもまたバカみたいに作らなきゃいけない。てわけで今日も鍋2日レシピは失敗しましたが、ロボ玉のハプニングが、レシピではないんですが、妖精ぐで玉をゲットできる、することができ、妖精ぐで玉をゲットすることができました。はい、皆さんもどんどん進めて、どんな感じかコメントいただけますと嬉しいです。それでは皆様、さようなら。嫌われてますね、私プリンに。プリンなかなか出まへんな。なんか私プリンに悪いことしたのかな。食べ過ぎなんじゃない。あー、そっちか。アイスばっか食べてからね、もう浮気してるからね。今日からもうプリンしか食わない。最近ね、違うんですよ、新作出ないんですよね、プリンの。あ、そうなんだ、意外と。一時期ね、こうローソンで売ってるプリンにハマってたんですけど。あ、あれ美味しかったよね。そう、あれすごい美味しく、あれ見ないんですよ、最近。マチカフェのやつでしょ。そう。 あ、 ありませんよね、最近。リニューアルなんじゃない。リニューアル中ですか。あれ以上のものを作ろうとしてるんですか。じゃないの。とんでもないですね。とんでもない、十分ですよ。どうですか、あんた、はい、痩せた。現状維持です、今は。保つ努力はします、このキープするような、はい、な、例えば何してるの、皆さん教えてあげてよ。ダイエットしたい方に何をしてるのか参考にね。アイスの数を減らす。バカじゃねえ。なんかさ、ちょっとさ、舐めてるでしょ、ダイエット。舐めてませんよ。舐めてるでしょ。舐め、なんかね、短期集中はどうせリバウンドするんですよ。いや、体に悪いね。体に悪い、とにかく悪い。それはわかる、それはわかる、認める。そう、徐々にが1年かける、私は。ああ、じゃあ減ら、今から減らしていって、アイスも減らしていって、もういつかのタイミングでプッて切ると。それ食べないと。それはあの、そうすることで少しずつ減らす。それはありません。
あの食べないっていう選択肢はありません。どっか舐めてんじゃん。減らす。全然このさ、あなたのダイエット話さ、はい、盛り上がんない。あの誰の得にもならない。多分みんなダイエットしたくない。あんたが勝手に食い物の量あの減らしてる、おやつ減らしてるだけだって。うん、それで本当にね10キロ20キロ痩せると思ってたらさ、おうちじゃないんですよ。でもね、昔友達が言ってたんですよ。このポテトチップスを食べて例えば太ってしまって、その太ったことによってこうストレスを感じて、その痩せることでお金を使うんだったら、この百数十円で買えるポテトチップスを買わなきゃいいんだと言ってました。すごいなと思います。その通りだと思います。それでそれ実行してる？私はしません。しろよ。そう、すごい、その通りだなと思ってポテトチップスをカシッと食べましたね。欲望に勝てない。はい、家畜のようなね生活をしてますからね、あんたね。うん。あとで僕だけだ。日村さんが真似をする貴乃花のモノマネ。ここの肉ここの肉